テレビを全く見ない YouTuber にアイドルテレビマンが本気で怒った出演者。インターネットやスマホが普及して以来、テレビの凋落は激しく、若者を中心に全く見ないという人が着実に増えている。ただ、テレビの出演者ならテレビは見ているはずと言いたいところだが、そんな常識さえ通用しないタレントが続々と現れ、テレビマンをイラつかせているという。集約。民放の某バラエティ番組のスタッフは昨年、人気アイドルグループのメンバーの発言に、ディレクターが露骨にイラついている場面に遭遇した。番組のコーナーで、ゲームに勝ったら好きなものをプレゼントする企画があった際、あるアイドルが家にテレビがないからテレビが欲しいと言ったんです笑い。すかさず、司会の芸人が自分たちが出る番組を見てないのかよと突っ込みましたが、そのアイドルはヘラヘラとはいと答えるだけ。さらに、別のアイドルも暇な時間はずっとスマホで YouTube を見ていると話したため、ディレクターは完全に呆れ顔でした。ミュージシャンや俳優にはテレビに出ないのがポリシーの人もいますし、アスリートや実業家が普段、テレビは見ないと言っても何も問題ありません。でも、バラエティに出るアイドルがテレビは見ないテレビは持っていないはありえません。ディレクターから下っ端のスタッフまで、裏ではボロクソでした。アイドルは見られてなんぼの世界だが、それにテレビは入らないということか。現場にいたマネージャーは空気を察し、ディレクターに頭を下げていたそう。テレビで稼ぐ人間がテレビを見ないようでは、テレビもいよいよ持ってオワコンということかも。出演者までテレビを見ていない。テレビマンイライラ。テレビは見ないけど YouTuber も見ない。若者はテレビも YouTube も見ない。TikTok しか見ない。テレビは早朝と夕方のニュースしか見ない。ガチで。テレビおもろいやん。水曜日のダウンタウンとか、フラット立ち食いそばとか。もう時代遅れかな。YouTube は見てもらえてるという幻想。ここを若者が見てないのはわかる。テレビ側に何か原因があったというより時代の流れだろ。どうにもならないから諦めろ。普通のテレビマンはそんなことで、切れない気にしない。なんで若者ってテレビ見ないんだろう。面白くないからだろ。あんまよく知らんけど、テレビはオワコンとわめいてる YouTuber が、テレビの後追いとしか思えない動画配信してるのって何かのギャグ？おじさんだけどテレビ見てない。おじさんまで見なくなったらテレビ終わるだろ。テレビ見ろ。おじさんは VTuber。全く見ないなんてことはないけど、リアタイで見ることはほとんどないな。テレビは若者の機嫌を取ってないじゃないか。ご機嫌取りが仕事なのに。若者を気にしたいんだけど作ってるのがおっさんばっかりだからな。あとこは視聴者がジジイばっかりなので頑張ってもそっちに流れる。テレビだってラジオとかのエンタメを端に追いやって優勢してきたんだし、時代の流れとしか言いようがない。YouTube に見忘れ放送したりするからテレビでタイムリーに見る必要性がどんどん減ってる。若者のアイドルなどをテレビに出演させても、若者はテレビを持っていない。どうしてこうなった？後に切り抜きで十分だしな。倍速視聴したら叩かれる風潮に疲れてアニメ見るのさえ避けられ出してるありさまだしな。まず動画とか番組とか真面目に見てると時間がいくつあっても足りないからせいぜい音楽かラジオで済ますようになった。40過ぎたおっさんだけど、アベマかツイッチしか見てないや。昔はテレビしかなかったからテレビ見てたけど、今は自分の好きな番組を好きな時に見ればいいから、そりゃテレビ見なくなるよと。YouTube もテレビより強烈に低俗化してるから最近見ないわ。テレビ業界人が一気になだれ込んできたので。マジか。じゃあ年明けはこれから何を見るんだ。テレビと YouTube と TikTok とニコニコは見ないかな。低俗すぎて。ここも低俗だから見るのやめた方がいいぞ。昔は映画こそエンタメの王道だったの時代の流れでテレビに移った。その順番が来ただけのことだろ。スマホで YouTube でもネットフリでも見れるんだからわざわざテレビ買って見るなんてよほどのテレビ好きしかいないんだよね。テレビでそれら見るのは普通にいるだろ。70の親父はテレビよく見てるな。バラエティとか歌謡番組とか。テレビつけたら、誰かが誰か丸した。誰々を丸した。熊を丸せ。政治家がけしからんけしからん。そんな話ばっかりしてんじゃん。誰も見なくなるでしょ。双葉と一緒じゃないか。もはやおじいさん世代しか見てないのでは？子供は YouTube だしもっと小さい子でも Amazon なんかで子供向けアニメを見てる。ほぼゲームのモニター。あと PC と繋いでるからたまに配信を大画面で見たり。ゲームも PC でやってるから本当テレビいらんなって気づいて所有しなくなった。まだお笑い芸人がテレビの主役気取りなのも正直痛い。テレビの主役は誰であるべきなの？視聴者でしょ。世代交代してればまだ映画30年近く変わってないのもあるしな。三股森レベルなら許せる。有吉とか浜田とか好きな人ごく一部だろ。ネットで見たい動画を見たい時に見れる便利さを知ったらテレビなんか見づらくてしょうがない。いろんなところで元テレビ業界の人が演出に関わってるって聞くし。配信界隈にスタッフ流出してるの丸わかりだよね。家にはないけどたまに外でバラエティ見ても、ネットの動画持ってきて流してたりするんだから、そら素直にネット動画見るわってなるよな。全然知らない芸人が、大御所感出してちょっとオラついた感じでテレビに映ってるとチャンネル変えちゃう。さすがに若者たちも、ニュースぐらいはテレビで見るでしょ。通知か SNS で十分でしょ。ネットの方が早いし優れてね。ヤフコメなんかでもレベル高い議論が交わされてるし。バマルしかいねえぞあそこ。見る対象が増える割にヒットしないから全然知らないやつばっかりだよ。テレビでも YouTube でも専門性がないチャンネルは見ない。ニュースこそネットで十分だしな。
わざわざ決まった時間にテレビのニュース見るとか若者耐えられないだろ。そのネットニュース、テレビで放映されたもんなんすわ。ニュースは同じの何回もやるからそんなにしんどいらん。あれはいつ見ても今日のニュース見れるからそれでいいねん。テレビおもんないし好きな番組を延々流せるようにカスタムできるならともかく CM とかだるいし、 CM はネットにもあるだろ。ネットは見たい番組だけ見れるぜ。この動画面白いって思ったら過去に遡って見れるけどテレビはそれができない。嫌なら見るなの結果がこれだよ。ざまあないね。それ終焉の始まりだぞ。よい。客商売だぞ。還暦近い家族が TikTok で延々動物のショート動画見てるくらいだし、ネットはすでに全年齢に行き渡りつつある。テレビの権利がこんなにも早く落ちるなんて。言うて10年以上かかってるぞ。スマホの普及に伴って加速してるけど。そりゃ腐っても長年日本の情報と情勢を支配してきたメディア様だ。テレビって大谷しかやらないから野球ファン専用なんだよ。野球興味ないからずっと野球ネタは拒否反応起こるようになってしまった。大谷は悪くないけど話題になるたびまたかよって思うわ。芸能スポーツは興味ないやつはとことんないんだから別枠にしてほしい。ニュースですらつべで見れるし、いよいよテレビいらなくなってる。興味持てる内容かどうかだろ。ネットは玉数が多いから個人個人で違っていてもどれか当たる。テレビは段数ないんだから質を重視しないと厳しいのに、今は楽屋裏ノリが多すぎてメインの舞台が行方不明。純粋な情報媒体としてここみたいな素人のオタクのデマが飛び交うネットなんかよりは見ててよっぽど有益な番組は多いと思う。むしろ高学歴富裕者層ほどテレビよく見てると思うよ。ただお前らみたいにバラエティなんか見ないだろうけど。テレビ放送で完全に不要になったのは天気予報だと思うけど、誰も取り残さないためにしぶしぶとコーナーを残してる。テレビの存在意義ってまさにそんなところ。テレビに負けたラジオみたいに生き残る方法を考えないと。ワイプのないドキュメントとかで良いんだよ。芸人がまずいらねえ。 YouTube でいいじゃん。テレビは単純に CM 多すぎるのと長すぎる。金かけて作る番組が減って飯食う番組ばっかりになってるのは辟易する。決まった時間に決まった番組見るスタイルがもう時代遅れだし、かといって録画や見逃し配信でわざわざ見たくなるほどのコンテンツもろくにない。ライブ型の YouTuber が成功しているからスタイルは関係ないと思うぞ。ヒント、アーカイブ。見逃し配信と同じだろ。テレビにもそういったのはあるじゃん。でもテレビ離れしてきてる。 YouTuber や TikToker がテレビ出ても視聴率上がるわけでもない。むしろテレビ出ると嬉しそうにご報告みたいなサムネで動画あげるよね。職場の話題言うても世間話なんかネットニュース見てればこと足りるしな。わざわざ情報収集にテレビ使うなんて時間の無駄すぎる。テレビってネットでこれが流行ってますって紹介するだけになってるしな。もう人気動画を紹介するまとめ動画と一緒なんやな。マスコミなんてデマ流しっぱなしで訂正もせずにうやむやにしまくってるけど、それに関してはネットの方がはるかにデマが多い。ネットはデマがあっても即座にデマだというカウンターが入る。テレビは流しっぱなし。果たして本当にそうかな。全てに対して使えるワード出すなよ。お前面白いな。果たして本当にそうかな。芸能人って好意的に見られてたから楽しんでもらえてた部分も大きくて、一度視聴者離れたらそもそも興味ないから見てもらえないっていう負のスパイラルに入るんだよな。雑談番組はここまじ厳しい時代になったと思う。価値観古い人だけが特に何も考えずにテレビ見てる感じ。まあそれが悪いわけではない。ついにテレビ見ないからテレビ持ってないのが当たり前になってしまったな若者。若者も年を取るから今後はテレビ持ってない世代がどんどん増える。テレビは完全に終わった。昔のラジオの立ち位置になった感ある。しかし月額強制徴収あるからテレビよりラジオの方が生き残ったりして。そもそもテレビって本質的には何か売るための大きな宣伝媒体って役割だったわけだけども、それもあんま意味をなくし始めてるしな。大手が広告減らしてるのも本末転倒だよな。今じゃパチンコ CM が当たり前に流れてるの本当に印象が悪い。今の若い子って推しが出てるとかでもなけりゃ3分超える動画すらまともに見ないんよ。30分以上が基本のテレビ番組なんてもってのほか。マスコミに求める情報の質って専門職としての質であって、無造無造の個人と比較するような状態は嫌だよ。料理屋行って料理できない人より良いだろとか言われて微妙なものが出てきたら嫌なのと同じ。まあネットだと自分の興味あるものしか見なくなっていくよね。それはテレビもラジオも新聞も一緒やで。見たり聞こえたりしてるかもしれんが頭に入ってない。それって普通のことじゃないか？テレビの時代も自分の興味のある番組しか見てなかっただろう。10分でも長いから TikTok に流れてるわけだしな。ネットなんかしないで集中してテレビ見てろよ。テレビつけながらスマホでネット見てるよ。うちもテレビないわ。NHK 払いたくないからって親が捨てちゃった。そもそもスレ分はテレビ関係者すら若い人はテレビを見なくなってきてるって話題だから。スマホで標準的にテレビ見れるようにしろで終わる。スマホというデバイスが浸透しすぎただけだと思う。ワンセグ付けたら NHK がワンセグ付きスマホからも金取るって言い出したんで、スマホユーザーがじゃあいらんわつけるのやめてってなってワンセグ付き消えたんで。利権は技術を停滞させるというのがよくわかる。テレビは既得権益守りたいがためにチャンネル増やそうとするのにも反対なんだもの。そりゃチャンネル増やせば視聴者ばらけて今よりリスク高まるから反対するわな。ネットで番組を垂れ流せってなると、そもそもテレビ局っているのかって話になるな。
制作会社が自分で配信すればいいだけ。そういえばテレビ局って番組作ってないんだよな。まあせっかくの組織を何かに利用できるという夢はあるけど、あいつらそういうことしないだろうな。 YouTuber って大体つまんないじゃん。こいつらの何が面白いんだよって実際思うよ。冷静に分析するとコンテンツなんて自分で探し当てるものだろ。ドラマにしろ漫画にしろゲームにしろさ、まあしっかり見ないと面白さはわからないもんね。そうだね、俺はどっちも見てない。もう気まぐれでテレビつけても芸人映るだけでイラッとして消してしまう。さすがにそれは病気だよ。なくしてみて初めてわかる規制と教養。これめちゃくちゃ共感するんだが、 M1 で大喜びしてる関西人とそれ以外の人間だと感覚違うのかもな。テレビ以上の映像を撮るし編集する YouTuber もちらほらいるよな。それ大体元スタッフついてる。テレビの話題めっちゃ多い。ここはやはり年寄りの憩いの場。なんか若者は YouTube しか見てないとか信じ込んでる奴が騒ぐけど、見てるのおっさんばっかりだよな。若者は YouTube そんなに見ないだろ。 TikTok と Twitch、 YouTube 見る人もいるし見ない人もいる。下の何かを見る人もいるのだよ。おっさんって若者が何か一つの行動を取るはずだという勘違いをしちゃうんだよね。ここがまさにそれだよな。テレビ見てるのは年寄りだけって言って聞かないし、 TikTok は何か共感性周知で見れない。ゾワってする。わかる。自分には向いてないコンテンツだなってなる。YouTube のいいところは視聴者が信者化するから金取りやすいところだろうな。知的好奇心を刺激するような動画以外見たことないからわからないけど、そんなに YouTube で大笑いできるもんなのか。金払ったからには支持したいみたいな心理もありそうで怖くある。素人にテレビのお約束なんてわかるわけないだろ。そもそも何度も見たような衝撃映像を毎回初見みたいなリアクションするよな、テレビって。スタジオに芸能人呼んでなんか映像を見せてコメント言わせる番組だらけ。クイズもやたらと多い。その場ではつまらなくはないが、よく考えるとつまらんし、どうでもいいう。時間の無駄でしかない問題だらけう。最近のテレビに詳しいじゃないか。リモコンすぐどっか行くから見なくなった。俺もおじさんだがテレビ見ないからな。親がつけてる時に見てるだけ。なんならつでもあまり見ない。動画はほぼアマプラでパンパンというか、あれすら十分見られてないし。親と生活してるアピールされても面倒見ててライアン、どうしても面倒見てもらってるように思えてしまう。テレビとネットっていう対立構造だったら、そりゃテレビは絶対に勝てんわな。YouTube 側も基本的にはテレビの作り真似してるしな。エンタメやバラエティ系はそうだな。だからこそ芸能人とのコラボが多い。もうテレビの時代は終わったんだし仕方ないよ。ネットはテレビの話題ばかりに感じるけどね。ここがそうだしな。実況とかうざいくらいあるし、スポーツはテレビ番組じゃありませんとか言い出すしね。ぶっちゃけ黙ってても車両だから、わざわざテレビ対ネットの構図で盛り上げることもないんだよな。ニュースは見てる。バラエティは一切見ない。こうなることはずっと前からみんなわかってたよね。時間は有限なのに、なんでテレビをわざわざ見なきゃいけないのかわからん。高齢者ならわかるよ。長い動画は3倍速で見るのが若者よ。歌もサビまで飛ばして聞くのが今の文化なのさ。逆になんでテレビは若者を取ろうとしてるのかなぞ。若者が見てないとブームも作れないし、物も売れないからスポンサー離れちゃう。スポンサーも離れてるし、テレビ影響力どんどんなくなってくんだろうな。ネット敵視するならネットからネタ拾うのやめろよ。今は個人がメディアになれる時代なのが強いね。大人の事情でつまらん番組しか作れないのかな。まあ知ったこっちゃないが、作る側が考えるの放棄してるんだよ。金使えないしクレーマーが多いからな。だって芸人が簡単な遊戯で賞金もらったり、うまいものを食うのを見せられても、見てる側は何一つ面白くないもん。それ簡単な遊戯やったり飯食ったりしてる動画で再生数稼ぎしてる YouTuber たちに対しても刺さらないか。娯楽に溢れ返っちまったからな。昔はテレビが娯楽だったけど、テレビも YouTube もつまらなすぎるから、もう暇な時はアニメ見るだけになった。若者の会話についていくためにめちゃイケとかスマスマはまだ見てるよ。タイムトラベラー、若者に見てもらいたいなら昨日のあれ見た見た見たって流れを生み出せる内容の番組を作らないと。 YouTube に芸人が参入してきたら素人は終わるって言われてたけど、別に全然そんなことはなかったな。今までと同じやり方で視聴率下がってるのに、テレビの常識を知らないって追い出してたら、そりゃ没落するわな。テレビっておばさんや年寄り向けの番組ばっかりじゃん。メイン層だからそこはしょうがない。需要のないとこ向けに商品作ってもしょうがないからな。まあそれにあぐらかいて新規層開拓しなかった連中の末路なんてどこも似たようなもんだけど。バス乗って飯食ってるのはほんとどうしようもない番組だよ。テレビショッピングの数は激増してるよな。予算でないから番組作れないだけ。テレビマンも YouTube やればいいじゃない。やってる。江頭なんか大成功してるじゃん。成功してる YouTuber を見る限り、やっぱり企画力が大事なんだと思うよ。視聴者に受けたネタを何度も何度もやって飽きられて当たり前。新しいことをしないと。そりゃ一方向通信よりも双方向通信のがコンテンツの質が上なのは当たり前でしょうよ。テレビはもう過去のもの。各メディアで自分が楽しめる部分を楽しめばいいんだ。もうコンテンツ作れる力がなくなった不動産屋みたいなもんだし、知ってるから面白いって部分はあるかな。初めて見る芸人とか全然面白く感じないや。海外の人が日本のバラエティは予習が必要な要素が多すぎるって言われてるしな。テレビ完全に終わった感じするね。嫌なら見るな。
ニュースもなんか偏っててイライラするしな。もう親父なんだなここの奴ら。おっさんが見るもんないだろ。テレビは年寄りと女子供のものだよ。ただでさえ少ない子供が離れてる。バラエティ全く見ないなんてことはないけど、もう10年以上ニュースメインだな。テレビって数十年の歴史しかないんだから、それが終わるってだけだろ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。